マイケル・マリナロは、カナダ出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーは、カーステン、ムーア・タワーズ、マーガレット・パーディ。2019年4大陸選手権2位。2013年、世界ジュニア選手権2位。2歳の時にスケートを始め、リンジー・ディスパーと組み、ペアを始めた。2007年5月、マーガレット・パーディとペアを結成し、2009から2010。 シーズンにジュニアグランプリシリーズに参戦。カナダ選手権のジュニアクラスで優勝。世界ジュニア選手権では8位。2012から2013シーズン、ジュニアグランプリシリーズでは2戦連続で優勝するも、ジュニアグランプリファイナルでは、ロシアの表彰台独占を許し4位に止まった。世界ジュニア選手権では、銀メダルを獲得。2013から2014シーズン、 シニアクラスに移行こう。4大陸選手権では6位。5月27日にパーディの引退によりペア解散を発表。6月3日にはカーステン、ムーアタワーズとのペア結成を発表し、コーチをクリスティ・ウィルツとクリス・ウィルツに変更した。2014から2015シーズン、カナダ選手権では3位に0.95点差の4位と、 なり、四大陸選手権の代表に選出された。シーズン終了後、コーチをリチャード・ゴーチェに変更し、練習拠点をモントリオールへ移した。カナダエスパーディ・ギブス、アップ・ホッケーツースケート・ペアズ、ハット・ワールド・ジュニア・メドリスッツ、パーディーマリナロ・エンド・スケーティング・パートナー・シップ、アーカイブド2014年5月28日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシーン、カナダ S ・ニュー・ウスト・ペアチーム。 カーステン・ムーア、タワーズマイケル・マリナロ・アーカイブド2014年6月4日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、AB ・ムーア、タワーズマリナロ、ノーストーンはアンターンド、バイオグラフィー、web.archive.org、2019年3月14日、閲覧。バイオグラフィー、web.archive.org、2019年3月14日、閲覧。アザ・ペア・ハプニングス。 ありがとうございます。